リチャード・ホセ・ヒダルゴは、ベネズエラ・カラカス出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。1991年7月2日に、ヒューストン・アストロズと契約。この年は、メジャー及びマイナーでの出場機会はなかった。1992年は、ルーキー級の GCL ・アストロズに所属し、51試合に出場。打撃面では、打率、310.1本塁が、 27打点、14、盗塁、オプス0.756という成績を残した。また、守備面では、外野手として46試合で守りにつき、無失策だった。1993年は、A 級のアッシュビルツーリスツに昇格して111試合に、出場。打率、270.10本塁が、55打点、21、盗塁。 オプス0.740という打撃成績と108試合の外野守備で6失策、守備率974という守備成績を残した。1994年はクワッドシティーズ・リバーバンディッツで124試合に出場し、打率292.12本塁が76打点12、盗塁、オプス0.823という成績を記録。また、 同年のミッドウェストリーグで2位のケビン・ミラーに10本以上の差をつけるリーグトップの47二塁打を放った。守備面では116試合の外野守備で11失策、守備率953という成績を残した。1995年は A 級のジャクソン・ジェネラルズに昇格し133試合に出場。打率 266.14本塁が59打点8盗塁オプス0.743という打撃成績を残した。また、守備面ではライト124試合とセンター5試合を守り合計で5失策、守備率981という成績だった。なお、この年はベースボールアメリカ市の有望株ランキングで34位に選ばれているが、 左後はこの年から4年連続で選ばれた。1996年は前年に引き続きジャクソンでプレー130試合に出場して打率294.14本塁が78打点、11、盗塁、オプス0.791という成績を残した。守備では前年と逆でセンターを守る機会の方が多く。 センター113試合トライと17試合で、計6失策、守備率、981だった。1997年は、9月1日のミルウォーキーブルワーズ戦で、メジャーデビューを果たした。この試合で、左後は、6番、センターとして、スタメン起用され、メジャー初ヒットも放った。メジャーでは、最終的には19試合に出場し、打率、 306.2本塁が6打点1盗塁オプス0.842という成績を残した。守備面ではセンター17試合、レフトとライト各1試合ずつで守りにつき無失策だった。なお、マイナーではトリプル A 級のニューオーリンズゼファーズで134試合に出場し打率279.11本塁が78打点6盗塁。 オプス0.761という成績を記録5年連続で2桁本塁打を放った。1998年はメジャーでの出場機会の方が多くなり74試合に出場。打撃面では打率303.7本塁打35打点3盗塁オプス0.829という成績を残しデビューから2年連続で300以上の打率を記録した。 守備では、センター57試合、ライト14試合、レフト9試合を守り、トータルで3失策、守備率、978だった。また、マイナーでは、ニューオーリンズで10試合に出場しただけであり、打率、167.1打点、オプス0.509という成績だった。1999年は、8月に、 左の室外骨の先天的な不具合に起因する炎症を起こし、手術を受けたため、それ以降の試合を欠場した。この年は108試合に出場し、打率、227.15本塁が、56打点、8盗塁、オプス0.748という成績を残した。守備は、前年と、同じく外野3ポジションすべてを守り、レフトとライトでは、無失策だった。 2000年は9月以降で29試合に出場し、打率477.11本類が32打点を記録してプレイヤーオブザマンスに選出された。同年はキャリアハイの153試合に出場し、打率314.44本類が122打点、13盗塁オプス1.028という成績を記録。本塁打打点、 オプスのほか複数の打撃部門でリーグ10位以内にランクインした。守備面では、センター125試合、ライト37試合、レフト36試合を守り、合計で7失策、守備率、984を記録した。2001年のシーズン開幕前に4年3200万ドルの契約を結んだ。この年は146試合に出場し、打率、 275.19本塁打、80打点、3盗塁、オプス0.811という成績で、特に本塁打は、前年の半分以下の本数に減少した。守備は、前年から引き続いて、外野3ポジションを守り、144試合の外野守備で3失策、守備率、991を記録した。二千二年は、百十四試合の出場で打率。 二百三十五点一5本塁が十八打点、六盗塁、オプス点七三四という成績で、打率、本塁打、打点の三部門は二年連続で低下した。また、監督批判、トレード志願、ロッカールームでの大暴れ等、複数の問題行動を起こした。そして、シーズンオフの十一月二十一日、母国のベネズエラに帰国していたヒダル号は、カージャックに会い、 銃で左腕を打たれた。しかし、骨は打たれなかったため、翌2003年のキャンプには間に合った。2003年はレギュラーに復帰し、141試合に出場。打率、309.28本塁が、88打点、9盗塁、オプス0.957という成績を残し、チームの MVP に選ばれた。守備では137試合でライトを守り、 4失策、守備率。987DRS プラス19という成績を記録。また、リーグトップのアシスト22を記録した。2004年は、58試合に出場して打率。256.4本塁が、30打点、1盗塁、オプス0.721という打撃成績と、56試合のライト守備で2失策、守備率。 982DRS プラス7という、守備成績を記録していた。2004年6月17日に、デイビッド・ウェザーズ、ジェレミー・グリフィスとのトレードで、ニューヨーク・メッツへ移籍した。移籍後は86試合に出場し、打率、228.21本類が、52打点、3盗塁、オプス0.759という成績を記録。また、守備面では、 ライトとレフトを計86試合で守り、4失策、守備率、977DRS プラス9という成績を記録。2チーム系では144試合の出場で打率、239.25本塁が82打点、4盗塁、オプス0.745という打撃成績と、142試合の外野守備で6失策、守備率。 979DRS プラス16という守備成績を残した。また、アシスト14は2年連続でリーグ1位だった。オフの11月1日に FA となった。2004年12月10日にテキサスレンジャーズと1年500万ドルで契約。2005年はレンジャーズで88試合に出場し、打撃面では打率類だ。221.16本塁打。 43打点、1盗塁、オプス0.705という成績を残した。また、守備面ではライト83試合とセンター3試合で、守りにつき、合計で2失策、守備率、989DRS プラス8という、成績だった。オフの11月1日に、FA となった。 2006年2月26日にボルティモアオリオールズと契約したが3月7日に解雇された。この年は2006年から2007年にかけて開催されるウィンターリーグの LVBP でプレー。ナベガンテス・デルマガジャネスで54試合に出場し、打率273.9本塁が27打点4盗塁オプス0.840という成績を残した。 守備面では53試合でライトを守り5失策、守備率960という成績だった。2007年も LVBP のマガジャネスに所属して46試合に出場し、打率291.13本塁が30打点1盗塁、オプス0.931という成績を残した。守備面では試合のライト守備で失策、守備率 962だった。2008年は独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスに所属し30試合に出場。打撃面では打率261.5本塁打16打点1盗塁オプス0.811だった。守備面では29試合でライトを守って無失策だった。さらに同年は マガジャネスでも53試合に出場し、打率。327.7本塁が、31打点、3盗塁、オプス0.921という成績を残した。2009年は、キャリア初のメキシカンリーグでのプレーを経験。モンテレ・ー・サルタンズで2試合に出場した。また、4シーズン連続でマガジャネスでもプレーし、55試合の出場で打率。 306.8本類が31打点、オプス0.909という成績を残した。2010年及び2011年もマガジャネスに所属し、2シーズンで計42試合に出場したが、2020年2月時点で、それ以降は試合出場が記録されていない。ありがとうございます。